デジタルグッズを使って日常を便利で快適に過ごせるように何か一つでもプラスになる情報をお届けしたいそんな思いでシステムエンジニアが IT 講師として日本全国を駆け巡っているデジタル教室です選挙の応援演説中に元内閣総理大臣の安倍晋三さんが銃撃されて亡くなりました ご冥福をお祈りいたします非常に恐ろしく悲しい出来事だけに多くの人が心を痛めているでしょう。人を傷つける行為は許されることじゃないです。それは物理的に直接的な攻撃だけではなくてデジタルの世界でも同じなんです。12日から13日にかけて Amazon のの年に一度のビッグセールが開催されました。このセールを利用する人が多いのでそれを狙ってフィッシング詐欺が急増しています商品を注文してるだけにフィッシング詐欺に引っかかりやすくなってしまいますので以前にも配信でお話しした通りメールに記載されているリンクからではなくアプリや ブックマークなどからウェブサイトを確認するようにしましょうこのようにフィッシング詐欺に関しては自分で身を守ることができるんですけれどもドラッグストアチェーンのサンドラッグが受けたリスト型攻撃はフィッシング詐欺から身を守る方法では未然に防ぐことができませんそして このリスト型攻撃を受けたことにより、個人情報やクレジットカード番号の一部など、19,057件が流出した可能性があると、サンドラックから発表されました。リスト型攻撃って聞いたことあらへんねんけど、そんな怖いもんなマルウェアの感染や不正アクセス、 機密情報の流出などセキュリティ上の脅威の一つがリスト型攻撃になります今回はこのリスト型攻撃についてお話ししましょう EC サイトサンドラック e ショップ本店やクーポンなどを配信するサンドラックお客様サイトが 不正ログインを受けて個人情報やクレジットカード情報の一部などが流出しました。その原因となるのがリスト型攻撃です。リスト型攻撃は他のサービスで不正に入手した ID やパスワードの組み合わせを使ってログインを試みる攻撃方法になります。具体的に言うと サンドラックの利用顧客が ID とパスワードを使い回ししていたためにサンドラック以外のサービスから漏えいした ID とパスワードでログインされてしまったということなんです。19,057件が流出した可能性があると発表されていますので それだけ同じ ID やパスワードが使い回されていると言えます。もちろんサービスを提供しているサンドラック側でセキュリティを強化してリスト型攻撃を防ぐということもできるんですけれどもセキュリティを強化しすぎてしまえば私たち利用者の利便性が下がってしまうんですね。 このリスト型攻撃を防ぐことは不可能なんですけれども、被害を未然に防ぐ方法があります。これはサービスを提供する側だけではなく、私たち利用者ができることなんです。それは、利用しているサービスの ID とパスワードは使い回さないこと。そして、定期的に パスワードを変更することです。サービスごとに ID やパスワードを変えるのは必須とも言える自衛なんですけれども、定期的にパスワードを変更するのは大きな負担になってしまいます。ですが、情報流出の不安を抱えるぐらいなら、最低限年に1回、もしくは半年に1回、 1> 1回くらいはパスワードを変更ししておきましょう高度な技術を必要とせずにたったそれだけで被害を未然に防ぐことがでできるんですもちろん Web サービスを利用しなければ情報流出の心配をしなくても済むんですけれども割引サービスとかポイント利便性などのメリットを得られないのは 今の社会においてはあまりにも現実離れしてると思います。悪いことを考える人は使い古された手法や新しい手法といったあの手この手を駆使してくるんです。そのため今は安全とされる自衛手段であっても新しい攻撃方法で 突破されてくることもあるんですよ。そのため、最悪被害に遭ったとしても、被害額を最小限に抑えるようにしたいものですよね。以前にもお話ししましたが、ギフトカードを利用して決済したり、ギフトカードで決済できないなら、限度額が少ないクレジットカードを作って、 そのクレジットカードを利用するようにすれば最小限の被害で済みます。ですがまずは利用している全てのサービスのパスワードを変更することから始めましょう。 デジタル教室では毎週木曜日のお昼12時に聞いていただけるようにポッドキャストを配信しています。またアプリやパソコンの使い方などの情報をウェブサイトや YouTube でも発信しています。そして現代社会を楽しく豊かになる考え方や行動に関する情報もポッドキャストで配信していますので概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室からあなたにプラスワン